こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の4月10日、時刻は23時21分です。現在の枝コインの値段は134円ちょうどですね、はい、昨日からちょっとだけ上がってますけども、まあ上がってると言っていいのか横ばいと言っていいのかというところですけども、今日の昼、3時45分の時点で137円近く、136.6円まで行ってます。その後また落ちてきてるんですけど、今日のね、朝の安値よりはまだそこに行く前に今ね、ちょっとポコンと反発して134円前後まで来てますね。はい、はい、久しぶりにちょっと他の、コインもちょっと見てみるんですけども、ビットコインは662万ということでね、ここでずっとちょっとね、右上がりじわじわ上がってますね。でイーサリアムは最近元気がいいと。でバイナンスコインはまたね、ゴーッと上がってきてるということですね。もう5000円までいっちゃいました。でカルダノは134円、ポルカドットは4500円、でリップルがすごいですよね。はい、いつの間にか135円になってます。はい、さて、はい、これ1ヶ月にしたんですけど、1ヶ月にするとちょっとね、カルダノだけなんかちょっとね、弱いかなっていう感じに見えちゃいますね。他は本当にじわじわこう上がっているんですけど、さっき言ったバイナンスコインとリップルはすごい上がってますということでね、まあ、ここがビットコインが今ちょうど高値超えて、また何だろう、高値更新しそうなので、またそれが落ち着いたらカルダノがね、また上がり出してくれるかなというところを期待してます。はい、ツイッターの方ですけど、ゆうたさん、カルダノ系デザイナーレナさんよりプール運営方法について8話来ましたと、いいね、感想を拡散お願いしますと、見逃し方は全力リツイートいいねに関するリプライをお願いしますということで、お待たせしました。エゴノキプールの山君にプールの作り方を伝授してもらう、麦と椿、ステーキングのシステムもおさらいしつつ、果たしてプール箱取りでも稼働できるのか、小鳥日和第8話プールを運営してみようということですね。はい、ちょっと拝見したんですけど、5ページぐらいだったかな、そんなに長くないので、さらっとね、ポイントポイントをポポパッと、漫画で表してくれているので、さらっとね、理解した方は見ていただけるといいかなと思います。はい、次 D さんですけど、僕が絶賛リスペクト中の BTBF パークさんの勧めもあり、カルダノを知るためにクリプト原点から洗い直します。理解できるかななんてこと言ってても始まらないので、とりあえずポチリと。カルダノは超簡単に言うと BTC と ETH の良いとこ取りで、さらには両点の欠点を生みます。まだ開発途中ですということでね、はい、プール運営されてもちゃんと基礎からねやろうというところが素晴らしいなと思います。はい、またゆうたさんですけど、4月16日までに申請があり、審査が通ったプールに IOG から委任を受けられる可能性があります。該当する可能性があるプールは申請をぜひ忘れずされてくださいということで、最近特に BTBF さんのところからね、新しいプールがいっぱい出てるので、これをね、申請するといいかなと思いますね。はい、まあ、いろいろそれぞれ戦略はあると思いますけど、はい、でちなみに下も愛知プールさんで、もってことはないか、愛知プールさんの記事です。いや、カルダノアップデートになります。これはベンチャーキャピタルかな。どんな企業に投資したいのか、それによってカルダノはどうなるのか、最新のカタリスト投票案件、サイバーセキュリティなども含めた解説になりますということで、これは確か外国の方ですね、プールオペレーターの方で、この記事を日本語にしてくれてるんですね。はい、愛知さんの、ホームページに来ましたけど、愛知さんそういえばツイートされてましたね、ホームページリニューアルしますよってね。はい、リニューアルされたのがこちらです。パッと見だいぶなんだろう、すっきりさせた感じなんですかね。ちょっとまあ作ってる方の意図までは分かりませんけど、私のイメージからすると、まあバックに絵がねいっぱいあって、で白いバックに白い字だったんでね、ちょっと見にくいかなっていう感じでちょっと受けてたので、ちょっとそれだけが目的じゃないと思いますけど、見やすくなったなと私は感じますね。はい、でまあポイントはそこじゃないんですけど、カルダノベンチャーキャピタルがコティに出資と、はい、あとカタリスト4、はい、あとセキュリティの話とかね、はい、出てます。はい、WeQNT、We Can Do It だったと思いますけど、アフリカの、プールの方で、このねバルブ、太陽光のソーラーパネルと、バルブライトですよね、ライトをアフリカの方々に、ステークプールの利益から分けてるということだと思います。
で、はい、こちらに、ね、番号振ってあるんですけど、17人目まで行ったということですよね。はい、ここに、17 now confirmed delivered と、配達完了ということですかね。はい、素晴らしいなと思いますね。ちょっとこのツイートかな、動画が出ていて、すごい嬉しそうにね、喋ってくれてる方がいました。ありがとうって言ってるのか分かりませんけど、はい、でもまあ喜んでくれてるようで非常にいいですよね。はい、私寄付してないんで偉そうに言っちゃいけないですけど。はい、エイダコイン情報局です。上場速報ということで、分散型取引キープロトコルのスワイプスワップというところでカルダノが上場ということですね。この WBNB というのに対してエイダの取引ペアが出たと。はい、続いて上場速報、セーシェル共和国のコインニールにカルダノエイダが上場、BTC と USDT とのペアということですね。はい、続々です。日本はないです。はい、で THC プールさんですけど、THUB チャリティープール、委任総数1ミリオンが明日からアクティブになりますと。明日から動くんですね。はい、総数、アクティブになり、あ、プールがこれから動くってわけじゃないですね。1ミリオンが効いてくるってことか。ブロック生成、あ、違うな、難しいな。はい、ただチャリティープールということでね、今拾ったんですけど、先ほどのユータさんがツイートしてた IOG がね、委任する先で、やっぱりチャリティープールっていうのは目立つし、まあ、体の、ね、理念にもだいぶ沿っているところがあるので、非常にいいなと思いますね。はい、ちょっとこういうところに委任される、まあ、意図的に、ね、委任されるといいかなと思います。で、さらにその下なんですけど、THC2 が、ね、出たと、ドイツ BP を中心に配置し、4つのリレーサーバーでということで、THC プールさんは、まあ、いろいろ経験とか、ね、お持ちなので、なんかその技術的なアプローチというか、なんかすごい独自な感じがしますね。で、ちなみに独自なのが、私の動画をリツイートしてくれててありがとうございます。はい、次カルダニアンさんですけど、アダプションをブロックチェーンテクノロジーズオンザナショナルレベル will not be easy ということで、ね、国レベルでブロックチェーンを導入するのがちょっとね、いろいろあるんだよということなので、ちょっと見てみます。はい、カルダニアンさんのページですけど、カルダノで新しい経済を構築と。暗号通貨のファンは、ブロックチェーンが銀行を混乱させ、健全なお金の新しい形を作り出す可能性があると信じています。国の通貨と政府の間には密接な関係があります。現実には政府の機能を置き換えたり、新しい形の政府を構築するのに役立つ技術を持たずに、自国通貨を置き換えすることはできませんと。はい、自国通貨と安定を保つためのツールということで、これをブロックチェーンがね、代替しうるかということですが、ちょっと、カルダニアさんは文章が非常に長いので、ここで終わらないんですね。クリックして全体を表記しますと。はい、ちょっと結論だけですけど、結論も長いので、ここから。暗号通貨が投機的な資産であり、富を乗算した人にとってのみ支払いが魅力的であるならば、それは残念です。幸運な個人の経済的自由と国民経済の役割と人口のニーズを混ぜないようにしましょう。これらは2つの異なるものです。不安定な暗号通貨の採用は、おそらく金のレベルにあり、政府に変革的な影響を与えないでしょう。たとえ養子縁組が高くても、政府が暗号通貨をどうすべきか、政府をどうすべきかという問題はまだここにあります。ブロックチェーン技術はスマートコントラクトやその他の分散型インフラストラクチャーとともに金融界のバックボーンとなり得ます。さらにイノベーションにより技術的に可能であり、その使用は政府にとって有利であると考えています。国家は何らかの形の金融政策と財政政策を必要としている。地方分権、意思決定などのレベルについて議論することができます。ブロックチェーンの技術のさらなる発展により、政府は金融政策と財政政策の利用について考え始めることができると期待しています。それが正しい方法で実施されるならば、それは政府の質に影響を与える可能性があります。現実になると何十年もかかると予想され、それがどのようなものになるかを予測するのは難しいです。一方、開発途上国では採用が早くなる可能性があり、アフリカが良い例になることを願っています。カルダノはおそらくイノベーションリーダーになるだろうし、チームの展開について企業、業界、政府の代表者と話し合います。カルダノは人々が使用について議論しているという理由だけで、あまり分散化されていないという意味ではありません。現時点では政府のメンバーであり、国家レベルで金融インフラの変化に責任を負う人々がいます。それは魔法のように一晩で変わるつもりはありません。それは常に議論についてですということでね、まあ、これはもうアフリカと国レベルでね、進んでるよっていうのを後半で言ってると思いますね。はい、はい、値段に戻りまして 134.35 円ですね。14,012.9×134.35 で元本が
10万円ですので、計算しますと、178万2633円のプラスということで、1782.6% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。